始まるよ。あ、おはよう。おはよう、もう起きてたんだ、うん、すごいじゃん、おはよう。おはよう。今日からいよいよ学校が始まります。はい。もうちょっとしたらね、起き始めてね、うん、7時50分にはお家を出ます。はい。楽しみだね、ゆりちゃん、よく寝れた？うん。I'm Miranda. If you want to hear the will of the sea, listen to the heart of me. はい、日焼け止めをしっかり塗っていくよ。今日も暑いね。楽しみでしょ。久々に先生に会えるね。今日もクラス分けテストをしてからクラスが決まるからね、ゆりちゃん。テストするの以上。うん、いつもテストする。頑張ってね。同じテストだから大丈夫だよ。同じようにやりな。この前みたいにね。はい、じゃあ支度ができました。はい、はい、今7時45分なのでトラムに乗っていきたいと思います。はい、はい、じゃあリュックサック2人とも見せてください。じゃーん。あ、かわいいね。今日のお洋服は2人で決めたんだよね。はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、はい、留学初日の今の気持ちを聞かせてください。私は、うん、めっちゃドキドキしちゃう。めっちゃドキドキしてる。初めての学校なのよ。そうだよね。ね、ゆずちゃんはどう？ね、うん、すっごい久しぶりすぎて緊張しちゃう。緊張しちゃうね。でもみんな優しくてね、先生たちも優しいからね、安心してね。はい、はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。うん、朝から鳥がいるよ。はい、じゃあそこしてごらん。ねえ、ママがね、ママがね、ずっとね、はい、じゃあトラムくん。トゲトゲのね、黒いね、気持ちのやつをね、触ってビリビリしたやつか。怖、うん、それ怖いね。あ、そう、あっちだからまだ乗らなくていい、これは。とりあえず、押しちゃおう。風気持ちいい。わかった。くれたね。おいしい。ガムみたいな。すごいじゃん。よかったね。でも今日ね、水筒忘れちゃったんだよね。うん、お家に持ってくるの忘れちゃったから、ウォーター買いました。お弁当も忘れたと思ってた。お弁当はママが後で海苔巻き届けるから、うん、あのお店で買って、でまだちょっと食材買えてないからごめんね。12時にもう、あの12時15分で終わりになったらさ、外に来て。外に。うん。みなこんの歯ブラシのお土産も兼ねて、明日からのお弁当の食材も買いました。はい、今、スーパーに行っていろいろ買ってきました。明日からのお弁当のおかずも少し買いました。こちらはオーストラリアで人気のオーガニックのね、スキンケアの商品です。そして美味しそうなお寿司屋さんまた新たに見つけて、こちらを子供たちにお昼ご飯で持っていきたいと思います。今日買ってきた謎の果物を食べたいと思います。はい、いただきます。桃みたいな感じだと思うよ。いただきます。いただきます。どんな感じ？もうおやつにこういうリンゴとかね、桃みたいなやつ多い。リンゴだ。あんま、めっちゃ甘い。リンゴだって。リンゴ美味しい。これめちゃくちゃ。これ3つ買ってきたから。え、まだあるよ。リンゴみたいな、桃みたいな。どう、いずちゃん？わかんない。桃かなって感じ。あんま桃に近い感じ。見た目はリンゴなんだけど、でも桃みたい。ピーチ、うん、味がする。あ、ほんと。ピーチか。うん、ね、帰ってきて疲れたからおやつってことで、このピーチみたいなものを食べてます。いい。はい。英語だったから分かんなくてさ。これめちゃくちゃ美味しい。美味しい。いいね、おやつこういうのね。チョコレートとかそういうビスケットよりもさ、うん、果物がおやつっていいね。うん、美味しいね。めちゃくちゃ新鮮ね。ただいま帰ってきたよ。はい、おかえりなさい。はい、はい、今日は留学初日でした。はい、ね、テストもあったりということで、2人とも今日はどうだったかな。今日は、うん、クラス決めでイルちゃんと同じ組になるかどうかめっちゃドキドキした。そうだね、ドキドキしたよね。なんと先生から聞いたけど、マリちゃんはイズちゃんとクラスが違っちゃって泣いちゃったみたいです。それでイズちゃんと同じクラスに一つ下げてね、はい、クラス一緒にしてもらったみたいです。はい。ということで、マリちゃんは初日から泣いちゃいました。はい。なぜ泣いちゃったの？とね、寂しくて
ってね、英語だらけで、韓国語とかだらけで、なんか嫌だった。日本人が一人もいなかった。そう。あ、日本人が一人もいなかったね。韓国人の人が多かったんだね。そう、韓国人の人がめちゃくちゃ多かった。でも韓国人のね、ママともママお話ししたのね。すごい優しいお母さんだったけどね。14歳と11歳のお子さんと来てた。で、今日はなんと30人もね、同じ留学に来てる子がいました、語学学校に。はい。で、なんかいずちゃんも何か言いたいみたいだけど、どうした？いずはね、最初、先生、英語の先生から、外国の先生から、組を呼ばれる時から、マリの名前が言わなくて、ちょっと寂しかった。マリと離れちゃって寂しかったんだね。でも結局ね、マリちゃんが泣いたから一緒になれてよかったね。はい。はい、ということで今日初日頑張ったので、マリちゃんとイズちゃんにお買い物をしてきたので、はい、欲しいものを買ってきました。はい。なので今から開けたいと思います。はい。はい、じゃあプレゼントするから、このね、留学生活でいっぱい使ってください。はい。まず一つ目のお店で買った可愛い水着とお洋服があるので出してください。はい。はい、いいよ。じゃん。おー、なんだろう、まずこれが水着だよ。もう可愛い水着が見えてます。可愛い。そしてイズちゃんがずっと欲しがってたお腹の出るお洋服を買いました。やったー。これすごいね、冷たくて気持ちいいんだよ。ちょっと早速履いてみようか。うん。水着はこんな感じです。はい、可愛いね。こっちのね、水着は下のズボンはなくて、ラッシュガードなかったの。そう。そうそうそう。で、上だけみたいな。だからお家から持ってきたラッシュガード下を履いて、これも履いて遊びましょう。はい。ね、今週末はプールに行くから。やったー。で、このホテルにもプールがついてるからね、はい、暑い時は夜入れます。イエーイ。はい、じゃ今から着替えたいと思います。はい、くるくるー。お腹が出ているお洋服着ました。イエーイ。これ初めてだね。じゃあもう早速明日からすごい暑いので、このお洋服で行きたいと思います。はい、はい、今日はオーストラリアのお土産屋さんでもたくさんお土産を買ってきたので開けたいと思います。はい。じゃーん。かわいい。ね、ビーチサンダルが欲しいって言ってたから、とってもかわいいビーチサンダルを買ってきました。はい。まず全部ちょっと並べてみましょう。はい、これを。はい、じゃあ2人が欲しがってたビーチサンダルを買ってきました。はい。これね、2人でどっちの色がいいか決めてください。はい、はい、じゃあせーので言いますよ、いくよ、せーの、こっち。あー、2人ともそっち。あ、違う。あ、違う。分かれた。分かれた。じゃあそれにしな。やったー。やったー。ちなみにマリちゃんはピンクで、イズちゃんも水、なんだかネイビーブルー。そう、オレンジ色とネイビーブルー。サンピンクって感じだね、マリちゃん。じゃあなんでこれが欲しかったか言います。うん。ここも可愛かったし、人魚が可愛いし、うん、この星マークがついてて可愛かったからです。あ、可愛い、確かに。はい、じゃあイズちゃんが前髪を留めたいと言ってたので、こちらのピンを買いました。はい、はい、このピンすごい可愛いよね。いや、可愛い。シルバーとブルーで写真立てね、このオーストラリアのビルと海が映った、これを新しいお家の玄関にも置きたいと思います。はい、はい、これはイズちゃんのお友達にね、頼まれていたキーホルダーです。はい、ね、イズちゃんお友達がたくさんいて、あれ買ってきて、これ買ってきてって言われてるんだよね。はい。うん、じゃあこれをプレゼントしようね。はい。オーストラリアドルのなんとメモ帳です。すごい可愛い。メモ帳。メモ帳。お金でもあげるよ。後ろに書くんだよ。後ろに書く。すごい可愛いでしょ。これお手紙書いたり、なんかメモをしたり、ぜひ使ってみて。これお金かと思った。お金かと思った。いつも。オーストラリアのとっても可愛いステッカーも8枚買いました。はい。これは誰にしますか？すごい可愛いこれ。あ、これパパでいいんじゃない？じゃあパパにしようか。パパ。オッケー。じゃあ次。これは誰にする？亀さん。私これがいい。わかったわかった。これ欲しいです。次、この可愛いバスは誰にしますか？じゃあいいよ。じゃあいいパパでいい？うん。じゃあイズちゃんね。じゃあいいよ。じゃあ次、これこの人魚さん。あ、イズ。これ誰がいい？イズちゃん。イズちゃんね。はい、次はこれ。前も買ったことあるんだけど、ミナ君のスーツケースが盗まれちゃったので、なくなっちゃったの。だからまた買いました。パパのスーツケースに入りたいと思います。はい。そして次、このかわいいカメさん、これもね、紛失したスーツケースに貼ってあったの。へぇー。そう、マリちゃん、イズちゃん、どっちがいい？いや、これ私がいい。はい、はい、じゃ次、これです。この超
超イケイケなサーフィンをするね、男の人の、これはどうしますか？パパ。これパパね。コアラちゃん。はい。コアラちゃん。コアラちゃん。マリンする。かわいいね。大丈夫だよ。はい。自分のスーツケースの裏側とか表側にあのキャラクターが隠れない程度に貼ってね。はい。はい。ということで今日マリちゃんこの後夜8時45分からオンライン英会話あります。はい。ね、習い事のね、ちょっとこっちに来てまでもやるんですけれども、もし電波が悪かったらできないから、うん、ね、電波が良かったらまた1ヶ月頑張りたいと思います。はい、はい、学校だと今日ダイソーにも行ってきました。はい、このダイソージャパンと書かれた袋なかなか見ないと思いますが、1個3ドル5セントだったんだよね。はい。ね、100円で買えるものを日本で買えるものなんですが3倍でした。はい。で、いずちゃんがこのお菓子を買いました。はい。ね、明日からおやつで持っててね。はい。そしてまりちゃんもこれを買いました。あんじゃです。お水屋がこれ3ドル5セントです。はい。そしてこの鉛筆ケースにもね、持ってこなかったのでこれを使ってください。お箸持ってくるの忘れちゃったので、うん、これを使って明日からお弁当食べてね。はい。最後にこの生エペンも買いました。はい。美味しい。ミラベルみたい。取りました二人。髪の毛。ミラベルみたい。ちょっとだんだんボサボサになってきた。これ編み込みずっとしてたからこういう風になったんです。すごい可愛いよ。ミラベルみたい。すごい可愛い。アイズちゃんもすごいね。なんかドレッドヘアみたいになってる。ね。はい、おはよう。おはよう。はい、グモーニンだね。グモーニン。はい、ということで今日は火曜日、留学2日目です。はい。はい、今日も暑いのでビーチサンダルとおへそを出してね、涼しい格好で行ってきたいと思います。はい。今日はまた何か一つでも単語とか覚えたらママに教えて。はい。ね、今日お友達になんて言うの、マリちゃん。うん、 Let's stay friend って言うんだ。あ、すごい。 Let's play together って言うんだ。あー、言うんだ。一緒に遊ぼうってね。はい、ということで今日もお友達たくさん作って英語もたくさん覚えて楽しんできてください。はい。はい、じゃあ行くよ。行ってきます。はい。はい、2日目も頑張ってね。はい。はい、行ってらっしゃい。カバンがすごい大きく見えます。大きいね、バスね。今日すごい涼しいね。うん、私ね、オーストラリアなんか行ってたらね、うん、虫なんか虫怖くなくなった。よかった。いや、怖い。ちょっとまだ怖いね、イズちゃんはね。おかえりー。帰った。あー、おかえり。靴持ってきたよ、靴。ありがとう。あー、お二人様、いいな、コーラ。あ、それだったんだ、ペットボトルじゃないんだね。どうだった今日、楽しかった？やってごらん、ここでダンス。ダンス。ダンス。英語でやったダンス。あ、よかったじゃん。すごいね、楽しかったね。はい、今から2人はチョコレートドリンクを飲みたいみたいなので、はい、2人っきりでお買い物してきてください。はい。英語で言うんだよ。ね、お店屋さんはオーストラリア人だから、オージーの人だから、なんていうのかな、英語で。Two chocolate drink, please. あ、そうそうそう、two ね。2つ2人欲しいから。お金出すのも2人ね。で、イズがさ、うん、あの10ドルがお金払うね。うんうん。あの紙の10ドル。そう。サイズも聞かれるから、ショートサイズ。そうそう。ショートよりもちっちゃいのあるけど、昨日いっぱい飲めたから、ショートサイズ。うん。じゃ行ってきてください。行ってきます。お財布出していい方がいいんじゃない？大丈夫？まだ出さないお財布。お財布出してく？もし足りなかったら。ママいる。
らかさないでいいですよ。はい、こうやってお財布を下に置かないでください。自由すぎる2人は。ちゃんとハロー言うんだよ。はい、で順番待とうね、順番。はい、英語でお買い物できますかね、2人で。ハロね。え、学校終わった後のチョコレートドリンク、自分で買ったチョコレートドリンク、ヤミヤミヤミ、よかったね。おいしい、おいしいね。すごい冷たいね、うん、おいしそう。よかったね。あ、大丈夫だよ、2人で買ったからね。2人のお小遣いで買ったからいいよ。ママウォーターあるからね。ありがとう。おやすみなさい。はい、おやすみ。今日も一日お疲れ様でした。